こんにちは。ハロー。ハロー。ハロー、ありがとうございます。はい、私たちは新規と言います。我们是神雅器。新規は私、小川さやかと高谷秀樹氏との音楽ユニットです。神雅器是由我小山小姐还有高谷高谷先生所组成。私たちは日本から来ました。我们是从日本来的。新規は、影が作り出した自然と神器は神が作り出した自然と人類の存在を尊重し慈しみ、それを表現し広げていくという意味です。神雅器的宗旨是尊重和关爱由上帝创造的大自然与人类的存在，并由此自我抒发和延伸。はい、高谷秀氏はブルースギターと日本の伝統音楽や楽器を融合させ情熱的な魂からの演奏をします。高谷秀司他的音乐融合了蓝调吉他还有日本传统音乐和乐器，然后他从他炙热的灵魂演奏乐曲。私は、歌とピアノで、宇宙的な世界を表現していきます。小山少林家呢，他以如水晶及钢琴般透明的嗓音充分的表达宇宙之美，相信今天早上大家都听到他唱歌了。二人の感性が合わさった大胆かつ絶妙な演技を通じて日本の恵み、雅と人類の心を伝え日本の文化に基づいた魂の音楽を披露し世界中で活動しています。我们基于来自世界各地日本文化充满敏感性与表演灵魂的动态优质演出，来传达日本的恩惠，也就是雅。私たちは音楽ホールのコンサートの他に日本の神社やお寺で人々とその祖先に、そして自然の神々に音楽を捧げています。我们表演包括在日本各地的神社还有庙宇对大众祖先神祇进行演出，或者是在演奏厅的音乐会演出。テーマソングを作成しているものとしては薬物乱用防止協会対策協会、NPO 自殺防止国民運動エイズ防止キャンペーン協会から依頼されテーマソングを作成し、それはラジオやテレビで放送されたり学校や一般に向けてのイベントで演奏しています。我们受邀到许多的单位去制作主题曲，包括像是防治药物滥用协会、非营利组织国内自杀防治宣导以及艾滋病防治协会，这些主题曲都会在电台或者是电视上播出，而我们也会在一些学校及公共场合演出。また日本で一番歴史のある男性ファッション誌男子専科プレミアム&スタイルに日本の文化を通して考える人権についての記事を掲載しています。我们也在日本史上第一本男性时尚杂志 Boys Special Sports Premium and Style 发表一系列关于透过日本文化思考人权的文章。日本の文化を通して考える人権については淑徳大学で定期的に宮城講座を開講しており、それは素晴らしいトレーニング50選2017という本に選ばれ掲載されています。我们同时也定期在淑德大学提供透过日本文化思考人权的相关讲座，名称是雅讲座 Play Japanese Grace Miyabi， 这在一本叫做最佳训练50选2017年的书中有被介绍到。自然の中で幼児向けの感性を養う教育を行ったり、学生から一般に向けて自分をそして他人を心から愛し尊重することで自己実現を達成する講座を日本全国で展開しています。我们也提供孩子们教育，培养他们对于大自然的敏感度，并在日本各地举办讲座，透过对人及对己诚挚的爱与尊重来达成自我实现。はい、ここで、ミスター高谷と変わりたいと思います。チェンジ。哦，这个就是那个五十选的这本书。对的。OK， 接下来他让你继续介绍。Thank you.
This is a radio program. It's a FM Tokyo, Tokyo FM. It's yeah. As we said, we think the consciousness of mankind or is a human right, and the fundamental human right is the consciousness of human rights. It's the original and ideal attitude of man based on conscience. I think this has to be communicated to the people.